朝か、いや朝だ、朝だ、いやーし遊ぶか、いや外出て遊ば、最悪だ、今日も雨だ、いやもう最悪だよ本当に、もう毎日雨じゃん、全然外で遊べないよマジで、もう本当に外で遊べない。はい、ってことでね、まあ、とりあえず、この M4 のね、ここのレールの長さは、これ、何ミリのレールでしょうかっていう問題なんだけど、じゃあちょっと田中、はい。田中いくつだと思うこれ。すいません、もう一回言ってもらってもいいですか、すいません。田中、お前ちゃんと先生の話聞いときなよ。すいません、はい。どうした、なんだ、お前やる気ないのか。どうしたんだよ、田中、なんかお前調子悪いな。いやなんかさ、こう雨降ってんじゃん、なんかモチベーションがさ、そう、雨だとやっぱどんよりね、どんよりするよね。ちょっとそうだよ、ほんと、みんなの梅雨だから、ちょっとモチベーション下がってる、なんかすごい暗いわ、みんなドヨーンとしてるから、本当に雨にも負けずよ、本当にこれ活気あふれるね、このクラスを目指そうよ、本当に。で、本当みんな集中して、本当に。全体的にドヨーンとしてる。よし、ただいまー。よし。なんか電球切れてる？あれなんか電球切れてる？あれ全部ついてるの？あれなんか部屋暗くない？なんか。もしかして外めっちゃ曇りだからなんか全体的に暗いの？なんか部屋暗いよ。なんか全体的に暗いんだけどやめてもう。部屋が暗く感じる。ね、いよいよね、みんなね、梅雨に入りましたけども。いや、ほんとね、もう梅雨だよね。めっちゃ雨降ってるもんな。まあね、雨ね、ちょっと大変だけどね、みんなちゃんと授業を受けるようにね。うん。まあ、梅雨ね、梅雨っていう字なんだけど、梅雨、あれ？梅雨、あれ先生、先生あれ梅雨ってどこ書くんだ、あれごめん、梅雨ってどこ書くんだっけ先生、梅雨書けないの漢字で、あの、めんつゆの梅雨は、あれはひらがな、あれ漢字あったっけ、あれこれははず、大人でしょ、うわ、先生書けてない、書けてない、やばい、これはやばい、ちょっとまずい、これは大人としてまずいな、これはな、いや、これは教師としてちょっと問題点が一つ見つかってしまったよ、これは、うん、ちょっと待って、週刊誌読んで、週刊誌、書こう、ちょっとやめて、週刊誌とかに書くのだけはやめて、本当に梅雨を書けない人がいる。とりあえず今日は教科書持ってこれでいいかな、よし学校行くか。ちょっとあんた時間大丈夫なの、間に合わないよ。いやいつも自転車じゃん、自転車で大体まあ15分ぐらい着くからさ。雨降ってんの外、ちょっと待って、最悪じゃん、自転車で無理、じゃあもうこの時間だったらもうバスだったらもう間に合わないよ、マジで俺最悪じゃん、もうちょっと待って、急ごう。あぶねー、間に合った、あぶねー、あれ高橋はもう間に合わないよこれ、時間的にやばいじゃん、あいつ自転車でしょ、うわ高橋間に合った、いやお前すごいな、この雨の中お前レインコートで来る勇気、お前すごいわ、それは拍手も、うん